はい、どうも、今回はですね、大盛りイカ焼きそばの、なんか、エースコックの1.5倍ぐらいの大きいやつですね。いきなり焼きそばソースのね、このソースが映っちゃってますけども、順番に解説しますので、ご安心ください。写真がね、前後バラバラなんですよ。まあ、こんなソースを使ってるっていうのをね、見ていただければと思います。二つ目の写真です。もう食べ始めてるとこですね。作った後で食べようかと思ったんですけども、食べてる写真がもう来ちゃいました。えーとね、感想先に言うと美味しかったです。<laughs> こんな感じで湯切り後の焼きそばっていうのがね、輝いてますね。すごく綺麗です。で、私の場合は、こういったインスタント焼きそばっていうのも、お皿に焼けて食べる方なんで、カップで食べたりはしないんですね。で、そうやってお皿に移してるところ、今、あこうやって見えることになってると思います。次。え、こういう風にお湯を注いでるところですね。本当になんか前後してますね。えー、向こうの方に縮みが写ってますけども、気にされないでください。 えっと、雪平鍋でお湯をこうやって作ってですね、それを注いでますよってところです。やっぱ雪平鍋がね、安定していいなと思いますね。はい。こうやってグツグツ煮てるところですね。これがあの、お湯です。<laughs> 当たり前か。で、湯切り後の、これあるですよ、湯切り穴っていうのが付いてますから、これもね、すごく手が熱くならなくていいなと思ってます。はい。このように剥がして、えー、お湯を切ります。お湯を切っているところはもう出たのかなはい。えー、これが商品ですね。 えー、なんとね、128円で売っていたというね、ものすごくお得だったような気がします。生かしたうまさがたまらないというのは、まあ、ほっとくとして。あ、ちなみにね、麺がね、あんまり私の好きなパターンじゃないんですよね。焼きそば UFO もそうなんですけども、あの、縮れ麺がいいなと思うんですけどもね、どうでしょうか。はい。こんな感じで内容物入ってます。ちょっと回転させましょうか。こうですね。 エースコッックのカップがあって、ふりかけと焼きそばソース焼きそばソースはすでに出てますけどもあのお湯を注ぐ前にこれを入れないように気をつけてくださいね食べる直前ですからでこれがあ火薬ですね火薬をお,お皿に開けたとこです袋を切った後、とお皿に開けるっていうのも私のねやり方ですでこれお湯を注いだ後のカップの上にこうやっておもりのようにのっけてですね今待ってるとこですね はい、えー焼きそばできました。本当に前後してますけども、こうやってお皿に混ぜて、で、ネギはね、オリジナルでパラつきましたね。こういう感じです、こういう感じです。もう、なんか何かというとね、いろんな野菜とかをね、一緒に入れるんですよ。インスタントといえども。うん、だからインスタントのままだったらなんかね、野菜とか、この、お肉とか、ちょっとしょぼいでしょ。だから混ぜるわけなんですね。はい、で、ソースもかけてます。食べる直前にソースをかけてくださいね。まだあるあ、イカ天をこれ開けてるとこですね。 はい、えー、食べようとしてるところでございますこれ私ですはいまた前後してますけどもこうやって火薬をのっけてるところですねはい、えー、これが今回使ったものですお水とエースコークのイカ焼きそばということでございました大きいでしょイカ焼きそばはいでこうやってお湯を切ってるところねあそこの湯切り穴がいいですねはいえー、と麺が 90g だよっていうふうに、あのー、強調されてますこれもちょっと位置を変えていきましょうかでかい はい。これはどういうシチュエーションお湯を注いだ後に、あ、そうそう、お湯を注いだ後にね、1分ぐらいしたらほぐれてくるんで、そしたら蓋を開けて、菜箸でちょっと、これぐちゃぐちゃぐちゃってやると、麺全体にお湯が行き渡るんで、さらにいいかなっていうところですね。はい。今回のシートは以上です。ありがとうございました。